中川先生の優しいビジネス研究、行動経済学の第7回目は、印象操作の科学と、そのように題しまして、私たちの印象というものが世の中でどのように操作されているのか、その基本原理を知っていただきまして、そこから身を守るためにはどうしたらいいのか、逆にそれを上手に利用するためにはどうしたらいいのか、そんな話をしていきたいと思います。私たちは実際のところこの印象操作というものからどうしたって逃れることができません。それは行動経済学が明らかにしたように私たちの人間としての本能だからなんです。だとすれば私たちの本能がどういうものなのか、その点を皆さんは知っておく必要があります。まずはこんな例からいきましょうか。 80% の人が満足していますということと、10人のうち2人は納得していないんですと、こういう表現、言ってること同じなんです。同じデータに基づいてこの2つの言い方が可能なわけなんですけれども、これによって受ける印象は全然変わってきてしまう。それってどういう脳の作用なのか、ここから話を進めていきたいと思います。最初にまず大前提としてお伝えしておきたいのが、私たち人間は話す側も聞く側も印象操作というものから逃れることはできないんです。私たちの誰もが無意識のうちに印象操作というものをしてしまっているわけです。あるいは聞き手側の人間はもう無意識のうちに印象は操作されている。それっていうのを今日マスメディアさんなんかがよく使うからマスメディアが問題視されてるわけですし、政治家さんが使った時にも大変重大な問題になります。しかしですよ、繰り返しますが、これは人間の本能で、私たちが何かを行動するとき、他人に対して訴えかけるときというのは、もう常にそこに印象操作というのは入ってしまっているんです。企業経営の中でも、企業さんの中で見られるレポート、あるいはクライアントさんに出すレポートというのは、ある種の印象操作ということから逃れることはできませんし、そして残念ながら、学者が書く論文であったとしても、やっぱり同じことは起こるわけです。80% の人が効果があると言っていますというのと、10人に2人までが効果がないと言っていますと、このどちらの表現が使われるのか、それっていうのはもう選択せざるを得ないんですね。私たちはここから逃れることはできないんです。というのはですね、どちらも嘘、偽り、誇張がない表現だからなんです。先ほど言ったこの2つの表現ですね。 80% の人が満足、10人のうち2人が納得してない、元のデータは同じであって、一切の嘘、偽り、誇張はそこにはない。だとすれば人間どちらかを選ばなきゃいけないんです。もうこれはデータを見せる側として、話をする側として、どうしたってこの2つからどちらかを選ばなきゃいけない。もうこの選ばなきゃいけないという立場に立った瞬間に印象操作をせざるを得ないんだということになりますね。そして一方、情報を聞く側の人間というのも、もうこの聞いた時にその文脈の話の流れの中で、だからこういう言い方するんだなというのを私たちは脳が無意識のうちに解釈をしてしまう。だからもう繰り返しますが、この印象操作してしまう、されてしまうのは避けようがないことなんです。してしまうことすら避けようがないんです。この人にどういうふうな印象を持たせるのか、その捉え方、この捉え方のことをフレームというんですけども、フレームワークのフレームですね。このフレームというものを作ることをフレーミングと言います。フレーミング行動とか、そのフレーミングによって人の印象が変わることをフレーミング効果とか言ったりしますけれども、人はこのフレーミングということから逃れられないんです。なぜなのか、それはまさに私たちが言語を使う生き物だということに起因しています。人間は言語を使って物事を伝える生き物です。しかし言語というのは完璧な通信手段ではなくて、ある種情報を要約して伝えるものですね。あなたの脳内に入ってきた情報をテレパシーでそのまま映像とかを送ることができなくて、あなたは見たこと聞いたことっていうのを、この間3日前にあんなところ行ってさ、そこでこんなワンちゃんがいてさ、そのワンちゃんがこんな風で可愛かったんだよね、言葉を使って伝えなきゃいけないわけです。そうすると情報を発信する側もここである程度情報が集約、省略されるわけですね。一方で聞き手側はというと、そのぐっと詰められた情報を再び脳内でイマジネーションというものを使って脳が解釈して、聞き漏らした部分も含めて脳内補完をするです。文脈から推測をする、そういう力が備わっています。
これが言語でコミュニケーションをするということ。私たちはニュータイプじゃない。脳でテレパシーで通信ができるわけではないので、情報を集約し、そしてその集約された情報を再び解釈する。このような情報処理の仕方という形で、私たちの脳は発展してきているわけです。まあ、例えばこういうお話もあります。英語のネイティブの人は、can と can't を事実上聞き分けていない。もうこの後ろの t って文脈の中だと、I can play と、こんな感じで言うので、今の I can play だったのか、I can't play だったのか、今私が、日本人が喋ったって聞き取れないですね。この後ろの t なんて消えちゃうわけです。完全にネイティブはもうその時の文脈は話し手の声色で can なのか can't なのかを判断しているということが知られています。それっていうのはまさに私たちは聞き取れても聞き取れなくても全体の文脈の中でどっちを意味しているのか声色や周辺の文脈から判断をしようとするんです。これがフレーミングというもの、限られた情報の中から私たちは勝手に解釈をするんです。じゃあどういうふうに私たちはフレーミングということを行っているのかというと、これは実はめちゃくちゃシンプルなんです。ポジティブに文脈を作れば情報はポジティブに伝わるし、ネガティブな文脈を構築すればネガティブに人々に伝わり、人々はそう解釈するわけです。だから私たちは全体の文脈が肯定的な文脈なんだなというふうに話をしていれば、出された数字というのは肯定的な文脈を語るための数字として見せられているし、ところどころ急に話が変わったとしても、基本的には全体ポジティブな文脈の中でそういう話をしてんだな。解釈をしてしまうわけなんですね。まあだから先ほどみたいなことが起こります。80% の人が満足していますということが、そういう CM の全体文脈の中で数字を見せられたら、ああ 80% 多くの人が満足しているんだなということで納得しますし、また逆の文脈で、いやこの問題に関しては10人中2人までもが反対の声を上げているんです、こういう風な文脈で語られたとしたら、ネガティブな情報なんだな、そのように解釈をしてしまうんです。そんなわけで私たちは印象操作から逃れることなんてできないのだということです。だとすればです、まずもし皆さんがそのような局面に立ったら、あ、これってこういう書き方したら印象操作しちゃうよなという局面に立ったとしたときに、その時にどう振る舞えばよいかというと、その結論はこうなります。あえてニュートラルに表現する必要なんて一切ないんです。というのは結局全体の情報文脈の中で、レポートの中、動画の中、様々なこの話の中の文脈の中で、ああこれプラスな情報なんだなっていうことを、もう読み手はそういうふうに解釈しながら読んでくるから、頑張ってニュートラルに表現しようと、結局その人の読んできた文脈がポジティブな文脈で読んできていれば、人々はそのデータをプラスに読むし、そこまでの文脈があなたの意に反してネガティブに読まれてきたとしたら、もうどんなデータを見せようが、人は基本的にそのデータを見せられても、ああこれはネガティブなデータなんですよね、そういうふうに見てしまうものなんです。どう表現しようが、受け取り手はもうすでに自分の中で文脈を作っていて、プラスに見たいようにしか見ない、ネガティブに見たいようにしか見ないです。同じデータを見せたとして人はそのようにしか判断しない。だとすれば、あなたはどういうふうに振る舞うべきかといえば、あなたが表現したい方向で表現するのが正解。全体としてこの物事はプラスなんだよね、いいことなんだよねと言いたければ、素直にそうやって書くべきだし、この問題には反対なんだ、こういうエビデンスがあるんだということであれば、あえてニュートラルに見せる必要なんてなくて、素直にその文脈の中で話が通るように物事を見せるのが正解なんです。一方、このフレーミングという事実を目の当たりにした皆さんはこれからどう対応していけばいいのかという話なんですけれども、対策としては意図的に逆のフレーミングで物事を読んだ時にどう読めるのかということを試みてみることです。ある種のレポートが提供される、いろんな動画コンテンツだとかニュース番組とかで情報が入ってきたとしたら、意識してその瞬間に逆のフレームで物事を見て、逆のフレームで情報を解釈した時にどういうふうに解釈されるのか。8割の人がイエスと言っていますと、そういう情報が入ってきた瞬間に先ほどと同じ処理をするんです。2割の人は反対をしているんだよな。このようなフレーミングを自分で作ってあげて、それで解釈をしてみる。
そうやってプラスとマイナスの両面から解釈して自分なりになるべくニュートラルな評価をするならどうなるだろうか、これをやるしかないわけです。そして実は実際のところこのように人々がニュートラルな解釈をするためにこそメディアですとかあるいは学会ですとかそういうところでは仕組みとして反対意見を出しましょうというのが仕組みとして作られているんです。このアカデミア学者の中では私たちはこのフレーミングから逃れられないということを大前提にしてある種のこういう効果がありますよというプラスの情報が出されたら反論を試みてみる、反証を試みてみて果たしてその学説が正しいかどうかということを検討してみるわけです。必ずこの反論作業というのが大切になる。あるいはメディアさんの中では本来的に批評家さんというのはこういう役割を果たしているんですね。必ずプラスのコメントをする人に対してネガティブコメントをする人もいて、それで頭の中でプラスとマイナスのバランスをとって両方のフレーミングを与えてあげて問題を解釈する。これがどちらかに寄っているから印象操作だというふうに言われてしまうわけです。ある種の問題は右と左両方から解釈してみて何が正しいのかを見る。これが本来的なメディアのあるべき姿なのに、どちらかに寄っているというのが今日の問題なわけです。かくして印象操作というものが私たちの人間的な生物的な本能に立脚しているものなんだということを皆さんはぜひぜひ理解いただいた上で、悪用厳禁ですよ、悪用厳禁だということを強調した上で、でも皆さんはもうこの印象操作から逃れることはできないということを前提に情報発信をし、逆に情報の受け手になった時には慎重に2種類のあるいはもっと多くのフレーミングから物事を検討して、なるべく自分の中でニュートラルに物事を判断する、そのように試みるようにしてみましょう。